いやー、もう2時だよ。疲れちゃうよ。はい、こんにちは。パンダです。元気ないです、えー。今ね、何時かというとね、これ動画撮ってるのが2時なんですよ、2時。えー、でこれからね、動画撮って、まあ、あの YouTube にアップするんで、まあ、3時頃になると思います。えーまあ、結構ね、忙しくて、まあ、なんて言うの な野原さんとかと違ってね、忙しいんですよ、本当にもう。ということで、えっ、ー、と、まあ、今日はね、何話そうかなと思ったんだけど、まあね、えー、まあ、昨日ね、ちょっとね、えー、まあ、株の話をね、株の話をして、で、二段目にね、まあ、報告ってことでね、まあ、株主、えー、なんだ、配当ね、配当をもらったっていうのをね、まあ、動画に上げたんだけど、 えー、まあ、結構ね、あのー、まあ,あの投資系、投資系ユーチューバー r っていうことでね、えー、まあこういうね、えーまあ、配当をもらった時にもね、えー、ちゃんと、えー、取り上げてます。で、まあ、これがね、その、あれなんですけど、ま幹、あ、部主の皆様へっていうことで、えー、まあ、いただいてます。これですね。見えるかなはい。で、この中身っていうのは、 えーまあ、見せていいのか見せて悪いのかちょっとわかんないんで、まあいいと思うけど、こんな薄っぺらいね、薄っぺらい紙なんでいいと思うんだけど、まあ一応ね、まあ、株主の方だけの、まあ、楽しみっていうことでね、えーまあ、していただければと思います。まああのー、僕はね、まあみずほの株っていうのはこう、この前のね、結構安いところからね、えー、まあ、まあ、 リアルに持って、まあちょっとだけね、うん、まあなんていうの、こうガチガチリアルっていうか、まあほガチもリアルも一緒なんだけど、えー、まあちょっと下がったところで買っといたらね、まあ配当的にも、なんていうの、えー、4. 数%、パーセント、まぁ5%もいかないけど、4. 数パーセントぐらいいくわけで、まあ結構高いかなって、まあ思ってて、まあ買ったっていうのも、まああるんで、 うんなんだろうな、まあ、ガチ、ガチホ、ガチホ系だとは思うね、その感じ、株については。で、まあ、あんまりね、そこまで、あの、なんていうの、あのなんかリアルに、えー、何かね、何か、あの、買ったりとかね、欲しいものないんで、その僕ねあの、欲しいものないんですよ、ぶっちゃけ、だからな、何もね、こう買いたくない、何も。 買いいたくない何も欲しいもんない欲がないんでだからそういう意味でなんかねまあ株とか持っておいたらいいからとかいう感じで、まあ、それがねぶっちゃけ楽しみでもあるんですよそれが楽しみこれはねあの楽しみなんですよねでまああの 以前にね、あのインカムゲインよりキャピタルゲインをね、えー、狙えって、まあ、いうことを言ったんだけど、インカムゲインは本当にね、あのー、まあ、おまけみたいなもんで、まあ、グリコのおまけとかね、まあ、ビックリマンチョコのおまけみたいな、まあ、そういう感じで、まあ、思ってもらった方が僕はいいと思う。まあ、こういうのもね、えー、あくまでおまけなんで、あのー、配当とかね、うん、だからまあ、その、なんて言うんだろう、まあ、そこまでなんかそれをね、 えー、主ではやってないですよね。ぶっちゃけ言うとね、うん、僕はね、あの他の人はねえ、別にやる人はやってもらってもいいと思うけど、僕はそれを別になんか、あの主でやろうとは思,う思わない。インカムゲインよりキャピタルゲインを、まあ、狙うっていうのが、えーまあ、基本的な根底にあるんで、うん、だから別にそれがメインであるわけではないですよ。うんまあ、基本的にはね。っていうところがあって、まあ 一応ね、あのまあ、投資系 YouTuber としてね、えー、似たようなことを言ってるんだけど、あ以前からね、えー、ここでやっぱりね、ちゃんと言っといた方がいいかなと思って、うんえー、もちろんねあの、株とかの配当は嬉しいです。これは本当嬉しい。あのー、優待とかね、えー。だけど、どちらかというと、インカムより、ゲインより、キャピタルゲインの方が僕はね、えー、狙ってるし、好きだわけです。 ということで、まあ、一応僕の、えーまあ、紹介ということになります、えー。最後までご視聴ありがとうございました。